どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、エキスパート平穏を願う殺人鬼編ですね。エキスパキラーですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダーバイスケですね、湧き上がる波紋、何も死ぬことはねえ、産物、壁コンをつけてます。続いてコウタロウですね、拡散ヒールスマッシュ、知能旅路怖くないぞをつけてます。ゲージオインですね。続いてナイフリオドですね、怨念体力ブースト焼けをつけてます。そしてシアハですね、援軍スキルゲージ回復、初動移動距離ブーストですね。そしてハヤブサの目を入れてます。でも、シアハが出てきた時点で終わりです。そしてフレンドにはですね、ハイパーヒールがついたキラーを選択させてもらってます。では参ります。もう始まって、今回で第4回目の、開催なので、攻略というよりも備忘録としてご覧ください。さあ行きます。もう CS で行っちゃいます。ちょっとねこれ滑るのがねどうにかならないかなとか思うんですけど、どうにもならないですからね、しょうがないっす。さあ行きましょう。アイテムを処理しつつ、ゲージ募集。さあ1ラウンドクリア。続いて第2ラウンドですね。さあお兄ちゃんがね、コンボス死亡時コンボスカウンターをしてくるので、ちょっとそれだけは気をつけたいところです。ですが体力があるとそこまでダメージはないです。さあ行きましょう。さあここでナイフでいきたいんですが、アイテムを一度処理しておきましょう。はい、アイテム処理できました。ついでにナイフも体力回復しました。あ、先にしてましたね、回復、回復は。さあ、そして一番の難関でした、シアハですね、対シアハです。私のコウタロウでは全く歯が立たなかったので、どうしようかと悩んでたら、実はナイフで簡単に倒せてたということで、何をしてたんだという感じです。このままね、走り切るまで行けば私のナイフだと倒せるので、このまま走り切ります。
い、倒せました。カエルの意地がちょっと悪いですね。ちなみに私のナイフは、アタックがね13万ちょい前ですねになってます。では、ナイフの CS ですね。はい、倒せました。続いてカエルちゃんを、倒していきたいと思います。倒せましたね。はい、ここはナイフでサクッと倒しちゃいましょう。さあ続いて問題なのが音石が降ってまいりました。必ずね、CS 待機状態で降ってきてカウントブースが3あるのですね、きちっと倒していきたいと思いますが、無理なので食らうことにしております。はい、では CS で倒していきましょう。おっと、これは使ってましたね。使っても倒せた、よかったです。お、よかった。あ、そういえばそうですね、まだ今日は倒していませんでした。さあそして5ラウンドは完全にランダムでギャンブルなところですね。さあ心配なのが、次に何が来るかですね。さあヤディオでした、よかったです。さあ今度はバイクでいろいろと処理していきましょう。せめてギアだけでも倒していきましょうね。ギアは倒せました。しかしゲージがたまらないという感じですね。
3以上ですね。ここはボルに動いてもらいましょう。誰が先に動くのかがちょっとよく分かってないんですが、ユカコなんですね。さあボルがやってきます。いいところにいた。ではナイフを動かしていきます。カエルちゃんなんでね、そこまでは怖くはないんですが、一応仕掛けておきましょう。5ラウンド無事クリアできました。さあ続いて最終ラウンドですね。ジョースケがいきなりやってきます。先制してきます。大変な目に遭っております。さあそしてナイフで、ナイフを処理しておいて終わります。さあここで仕掛けておくのはデーボに対してやっておきます。さあ仕留めちゃいました。さあボスをキラーが、エキスパキラーが降ってきました。そしてマニッシュボーイも一緒に降ってきたのでちょっと大変ですが、一応ここで倒すことができます。ここでね、食らうんですが、まあ大丈夫でしょう。ちょっとまずい位置にいますね。ここはキラーがいるのでキラーに爆弾を仕掛けていただこうかなと思います。はい、無事クリアしました。虹はフランスです。まあ、結構危なげありでクリアすることができました。最後までね、ご覧になっていただき誠にありがとうございます。
またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。